セキュー大喜利どうもしました。カイトと、ノシト、モッチです。ということでね、皆さん、セイキンさん知ってますか？はい。セイキンさんご存知です。はい。ゴッドオブゴッドのセイキンさんなんですけれども、はい、まあ、今回やっていく企画はですね、セイキンさんを大喜利の回答の中に混ぜたら、面白いんじゃないかという、無礼極まりない企画なんですけれども。そうですね。ちょっとね、これは、ちょっと、ディスではなく、はい、リスペクトとして、そうですね、セイキンさんを、はい、使わせていただくという、結構そのツイッターとかでも毒を盛られたことに気づく聖菌みたいなシリーズがあると思うんですけど、はい、その聖菌さんっていうだけで面白い存在なんですよ。いい意味でね、いい意味でね。底辺がこんなこと言って申し訳ないですけどね。とりもすいません、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 聖菌さんすいません。そうですね、一回謝っときますか、みんなで。そうですね、聖菌さんすいませんでした。すいませんでした。はい、ということでね、はい、セイキン大喜利をね、やっていきましょう。はい、はい、ではね、今回カイト君にね、お題の方を出していただいてね、はいはいはい、この3人で答えていきましょう。まあ、最もセイキンポイントが高かった人が、セイキン王になるということでセイキン王ということで、今回はセイキン大喜利です。やっていきましょう。はい、はい、See you next time! See you next time! それではいいですか。はい、はい、一度やってみたかった贅沢とは。はいはいはい。でもな、セイキンさん大体やってんだよ、贅沢なこと。そうなんだよね、セイキンさんを使って滑るっていうのが一番ダメなんだよな。そう、それが一番失礼なのよ。一度やってみたかった贅沢とは。ポンちゃんとルーレット一点掛けしてみた。ああ、はい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 。まあ、ありそうね。そう、ありそうではある。一度やってみたかった贅沢とは。ヒカキンさんのマンションの一個上に住む。一生超えられないから。やばいね。一度やってみたかった贅沢とは。 VR で聖金100人斬り。贅沢か。触れがたい聖金さんを切る、そしてしかも100人もという。あー、そういうことね。このなるほど、ね、俺らがってことね。あー、そうそうそう、なるほどなるほど。日本中丸々だらけで偉いことになっています。一体何だらけ。いや、もうこれはもうさ。はい、できました。はい、日本中丸々だらけで偉いことになっています。一体何だらけ。税金だらけ。これはね、まあ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 、まあ、日本中丸々だらけで偉いことになっています。一体何だらけ。ちび金。いい。どういうこと。税金の息子さんのことちびきんって呼ぶ。セイキンの息子。今もちょっとやばかった。誰も気づいてくれなかったし、ちびきんさん。ニュースアプリでアクセス数1位を狙える嘘ニュースを考えてください。はい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 。これ無限の発想いけるべ。いけるな。嘘つけばいいの。嘘そうだね。はい、ニュースアプリでアクセス数1位を狙える嘘ニュースを考えてください。人気 YouTuber 聖金某大物女優と夜のホテル街で。あー、はいはいはい。浮気じゃねえか。やばいなそれ。ちょっといや、これはもう本当にリスペクトです。どういうこと。できました。ニュースアプリでアクセス数1位を狙える嘘ニュースを考えてください。大物 YouTuber 聖金渋谷のスクランブル交差点で。やばすぎる。いろいろダメだな。いろいろダメだな。もうちょい幸せなニュースにしよう。できました。嘘ニュースを考えてください。聖金さんチョコエッグのフィギュアになる。幸せね。幸せだね。開けたら出てくるっていう。おもろいね。え、じゃあこれオフレコでいい。出すつもりは。え、出すつもりはダメ。出すつもりは。嘘ニュースを考えてください。大人気 YouTuber 最近チョコエッグ食いすぎてこの世から See you next。 やばいな。いや、おもろいよこれは。これはおもろい。やばいな。あんなに栄えていた渋谷が一体何が。結構難易度が高いですね。はい、あんなに栄えていた渋谷が一体何が。セイキンが蔓延した。無理だな、超えれんな。超えれねー、これやばいな。あんなに栄えていた渋谷が一体何が。ハチ公が千金になった。まあまあまあ。ちょっと好き。次の話行きましょう。映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる。うわー、おもろい。おもろい。映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる。ちびきん登場、セイキン退場。
どういうことあんまりよくわかんない。映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる？あの 4DX です。はい、あの頭付近にあるスピーカーから皆さんこんにちはって聞こえる。最悪だ。最悪だ。最悪だ。もうない。はい、映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる？非常口のロゴがこれになる。どういうこと？持ち出してないよ。はい、映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる？映画泥棒のこのレンズのところから聖剣さんめがけて狙撃される。